いきなりバックレベルですからね、この内容が狙ってましたし、でここでやはりこう相手負けですよ。そうですね、そうこの辺のやっぱ周りの取り方っていうのも非常に上手いですしね、これ狙ったやはりこうね股を落とすシュートですよね、はい、非常に東田コンパクトでボールが浮かない